利根川川口関は、千葉県、香取郡島の省庁及び、茨城県上須市にまたがり、利根川を仕切る席である。1965年12月に着工し、1971年1月に、竣工した。事業費は125億円。日立川水門と黒部川水門に隣接している。総延長835メートルで、2門の調節門。 七門の清水門などを用し、利根川下流における首都圏の利水場の重要施設として位置づけられている。利根川川口関には主に二つの目的がある。まず一つは、沿岸の防止である。利根川下流部は古くは、小絹湾と呼ばれ中世には、カトリ海と呼ばれていた海であり、傾斜はほとんどなく、当時寄水湖だった霞ヶ浦から流れ出す日たち、トネ川もあったことから、 上流から流れてくる真水の量が減ると、上市市にある川口から 40km 以上まで、塩水が遡上することもあった。その塩分の混じった水を、上水道や農業用水、工業用水として利用すると塩害が発生してしまう。特に1958年には、発水によって、大殿用水地域や部分的に完成していた量層用水地域も含め、 被害面積約3万丁部に及ぶ大規模な塩害が発生、千葉県だけで4億円を超える被害額を出した。利根川川口関はこうした塩害を防ぐため、川口から 18.5km 地点で利根川を締め切り、それより上流への塩水の遡上を防止し、利根川下流部の水を利用できる状態にすることを目的としている。そして第二に、 東京都をはじめとする首都圏に対して、水を供給することを目的としている。利根川川口関により、利根川をせき止めることによって蓄えられた水は、千葉県印西市から始まる北千葉道水路を経由し、千葉県松戸市から江戸川へと送水され、埼玉県や東京都へ水を供給することができると、言われ、また同時に、北千葉水門とト根道水路を連動して運用することによって、 霞ヶ浦がの水を利根川を経由して、江戸川方面に送ることも可能になったとされる。つまり、利根川川口関と北千葉道水路によって、初めて利根川下流部と霞ヶ浦がが、東京都にとっての水源となりうるとされている。しかしながら、北千葉道水路の総水は、計画の最大30立方メートル S に対し、 実績では多くて月平均3から4立方メートル S に止まり、年間を通しほとんど送水していない都市も多い。関の道路の部分である管理橋は、利根川大橋と呼ばれ、道路橋として供用されている。全長834.0メートル、福音7メートル。一般県道である、茨城県道、千葉県道265や原駅住か、東野省線が通過しており、 地域の幹線道路として活用されている。利根川橋、オミ川大橋、利根川大橋、利根カモ大橋、調子大橋、大熊高市ほか、首都圏の水が危ない、岩波書店、2007年、ISBN 978から4000094で6から1、66ページ。ありがとうございます。